皆さんこんにちは。皮膚科医の小林智子です。今回は久しぶりにナイトスキンケアルーティーンをご紹介したいなと思います。ナイトスキンケアルーティーンは今までにも何回か動画でご紹介はしてるんですけれども、結構今回久しぶりだと思うんですね。で、私は今年39歳になって、どっぷりアラフォーということで、スキンケアアイテムも少しエイジングを意識したような内容となっています。今回はそんなアンチエイジングを少し意識したナイトスキンケアルーティーンをご紹介したいなと思います。それでは早速行ってみましょう。ということで早速始めていきますね。よいしょ。はい、こちらはですね、ゲンガーのヘアバンドなんですけれども、少し前にポケモンセンターで購入したものです。で、私息子が3人いるんですけれども、みんなポケモンが大好きで、私もその影響をちょっと受けてるんですけれども、ポケモンの中だったらゲンガーが好きです。なのでゲンガーのアイテムがあるとつい買ってしまいます。これもその一つです。ではですね、早速始めていきたいと思うんですけれども、最初は洗顔です。で、私はですね、ダブル洗顔をしています。ダブル洗顔というのはクレンジングと洗顔料を両方使った洗顔のことを言うんですけれども、ダブル洗顔が必要かどうかというのはメイクが一つ関係しているかなと思います。で、私は日焼け止めにこちらの自分が監修した春スキンのデイリーサンスクリーンを使ってるんですけれども、こちらは SPF や PH が高いだけではなく、水に馴染みにくい性質があるのが特徴です。なのでそういったアイテムですとクレンジングが一つ必要になってくるかなと思います。で、クレンジングにもオイル、バーム、ジェル、クリームと様々な種類があるかと思うんですけれども、私がよく使っているのはクレンジングオイルです。で、クレンジングオイルは中でも最も洗浄力が高いアイテムになるんですけれども、最近はですね、クレンジングオイルでもそれほど肌に負担の少ない、要は突っ張りにくいアイテムが増えているかなというふうに思います。私が愛用しているのはこちら、アテニアのスキンクリアクレンズオイルというクレンジングオイルです。で、これ結構長く使ってるんですけれども、しっかり汚れを落としてくれますし、全く使った後突っ張りません。なので敏感肌の方でも使いやすいアイテムではないかなと思います。で、クレンジングオイルをですね、使う時に注意していただきたいのは使う量です。で、中にはですね、クレンジングオイルは肌に負担になるからといって少しだけ使うという方がいらっしゃいます。で、実はそれ間違っていて、クレンジングオイルはですね、たっぷり使うというのが一つ重要です。で、なぜならですね、クレンジングオイル結構摩擦になりやすいからなんですね。で、私の場合はですね、こちらはだいたい3プッシュぐらい手に出しています。で、これを肌になじませていくんですけれども、 T ゾーンを中心に入念にやりまして、その後目元にもやっていきます。で、目元はですね、ゴシゴシやってしまうと摩擦になりますので、このようにじーっと時間を置いてなじませていきます。はい、では落としていきます。はい、で、次に洗顔料です。洗顔料はこちら、春スキンのクリアウォッシュを使っています。で、こちらの洗顔料は従来のスキンウォッシュから新たに発売した洗顔料になるんですけれども、スキンウォッシュと同様、弱酸性のアミノ酸系の洗顔料なんですけれども、ピーリング成分が配合されているのが一つ特徴です。具体的にはサリチル酸や乳酸、グリコール酸というようなピーリング成分が配合されています。サリチル酸はピーリング成分の中でも皮脂などの毛穴汚れに対して効果的にアプローチしてくれるというのが一つ特徴で、毛穴やニキビでお悩みの方に特に取り入れていただきたい成分の一つです。で、私はですね、特にニキビはないんですけれども、エイジングケアという観点からもこちらのピーリング成分配合の洗顔料をおすすめします。で、なぜならですね、洗顔でピーリング成分によって角質ケアをすることによって、その後のスキンケアアイテムをより浸透させることができるからです。で、こちらはピーリング成分が配合されてはいるんですけれども、刺激も少なく敏感肌の方でも使いやすいように処方設計されています。こちらを
大体これぐらいですね。出して優しくのせていきます。でクレンジングで大方の汚れは取れているので本当に簡単になじませていきます。流していきます。アイメイク少し残っているものはアイメイクリムーバーを使ってるんですけれども、ラロッシュポゼのアイメイクリムーバーをよく使っています。でこちらはアルコールが配合されていないので乾燥しにくいのがお気に入りポイントです。でこちらよく振ってコットンに出しまして目元にのせていきます。でこの時もですね、ゴシゴシこういう風にしないというのがポイントです。じっと時間を置いてスルッと取ってきます。反対も同じです。これで洗顔は終わりです。で次に保湿なんですけれども、化粧水を使うときはこちら、ハルスキンのスキンローションを使ってるんですけれども、結構使わないときも最近多くって、洗顔後ですね、直接こちらコバトンム皮膚科オリジナルのティエジェルクリームを塗ったりしています。でこちらはですね、本当に指に出してみるとわかりますかね、すごくサラッとしたジェルクリームなんですね。なんでこちらを何箇所かに点で置きまして塗り広げていきます。でこちらのアイテムはトラネキサム酸が 5%、 あとはナイアシアミドが 4% 配合されているのが特徴です。でこちらはですね、アルコールや香料、あと防腐剤などを使用していませんので、敏感肌の方、特に赤ら顔、主査の方におすすめしています。あとはトラネキサム酸は肝斑に特に効果が高いというふうに言われていますので、肝斑の方で例えばピルなどを飲んでいてなかなか内服が難しいという方はこちらのジェルクリームをご案内しています。でジェルクリームを肌になじませましたら、次はですね、レチノールを塗っていきます。レチノールはこちらハルスキンのリポ A セラムを塗っています。でこれは私が3年越しにですね、世に送り出した日本初のレチナール美容液なんですけれども、レチナールは化粧品に配合されるビタミン A の中では最もですね、その効果が高く早いというふうに言われている成分です。こちらはそのレチナールを 0.1% 配合しています。で手に出すとこのようにですね、わかりますかね、かなり黄色いです。でこの黄色いのはレチナールの原料の色なんですけれども、高濃度配合しているのでなかなかの黄色さかなと思います。これをですね、私はだいたいまあ1プッシュから2プッシュぐらいを顔全体にこのように細かくですね、点置きして、それで塗り広げています。首にも塗っています。で、このレチナール美容液には他にもセラミドやナイアシアミドというようなサポート成分も配合されていますので、これ1本でスキンケアを完結してもいいのではないかなというふうに正直思ったりしています。で、こちらのレチナールはだいたいですね、週に3回から4回使ってるんですけれども、使わない日はピーリングを取り入れています。で具体的にはですね、こちらキールズの新しく出たプレセラムというピーリングが配合されている美容液を使っています。ピーリングはですね、先ほどご紹介したこちらの洗顔料でも取り入れているんですけども、こちらと併用しても特に刺激はないかなと思います。今日は両方塗っちゃうんですけれども、こちらの製品にはサリチル酸や乳酸といったようなピーリング成分が配合されています。ほんとちょっとなんですけども、肌になじませていく感じですね。こういう感じで使っています。最近ですね、ちょっと肌寒い日も増えてきて、少し乾燥するなというような時には保湿クリームを追加しています。私がよく使っているのはこちら、セタフィルのモイスチャライジングクリームだとか、あとはこちら、アトバリア365の保湿クリームです。セタフィルはちょっと硬いクリームですね。アトバリア365の方はそれよりはちょっとみずみずしい感じのクリームとなっています。このあたりはですね、正直気分によっても使い分けたりしてるんですけれども、好みも分かれるかなと思います。そうですね、特にこう頬なんかちょっと乾燥したりするので、頬やあと首といったようなところに塗っています。今日は半眼ずつ塗ってみたいと思います。次はアイクリームです。アイクリームはですね、保湿クリームを目元に塗れば十分ではあるんですけれども、アイクリームを塗るという行為はいたわる行為かなというふうにも思っていて、私はですね、ペプチドが配合されたアイテムをよく使っています。具体的にはこちら、ドランクエレファント
のシータンゴマルチ V アイクリームというペプチドが配合されたアイクリームだったり、あとはクリニークをよく使っています。こちらはですね、ポンプで出てくるので使うのに便利です。手に出してみるとちょっと黄色っぽいアイクリームです。こちらはこっちに塗ってみたいと思います。でアイクリームはですね、点置きするんですけれども、できるだけ優しく塗るようにしてください。内側から外側にかけて塗るのが一つポイントです。最後にリップです。リップはですね、こちらバセリンを使っています。でこちらをスキンケアの最後に塗ることで、翌朝唇がプルッとします。以上でスキンケアは終了です。いかがでしたでしょうか？結構シンプルかなというふうには思うんですけれども、やはりですね、アイケアだったり、あとはリップケアはエイジングに欠かせないかなと個人的には思います。今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼ってありますので、気になる方はぜひそちらからチェックしていただけたらと思います。今回の動画が少しでも参考になったなと思ったら、いいねボタンやチャンネル登録ボタンを押していただけると嬉しいです。ということで、今回のライトスキンケアルーティン動画は以上です。それでは、おやすみなさーい。